俺はついにヴィーナスのお告げを聞いたぞ。3倍も標準ももっと綺麗になりました。ビクターの V1 誕生ね。綺麗だ。アポロビデオはビクター。この番組は NTT とご覧のスポンサーの提供でお送りします。この世から話し中なんかなくなればいいのに。もしもし。なんだよ、電話待ってたんだぜ。だからキャッチホン。ジェニーならドラマチックにおしゃれできる。あなたならどのジェニーがお気に入り？ジェニーの新しいファッション、勢ぞろい。ジェニー。みかん狩り後半へ続く。うたたうたたうたうたたうたうたたた。沢口部長は考えた。一人一人と企業をつなぐもっと良い方法はないだろうか。もっと良い方法は、私はフリーダイヤルがいいと思います。一人一人と企業をつなぐ NTT のフリーダイヤル0120。森永シュートリュフはプチシューをチョコとココアパウダーでコーティング。こんな箱に入ってます。新しいかもしれないね。森永シュートリュフ。おいしいエアインチョコ森永ヌーボー。もういい、あんな人電話してもいつも話し中だし。ケイコの彼も来るの？あ、ちょっと待ってて。もしもし、ごめん、この前はごめん。もしもし、聞こえますか？これが嬉しいキャッチ音。ケイコ、ごめん、私用ができちゃった。じゃあね。もしもし。マルコのビデオがついに出たよ。劇場用映画ちびまる子ちゃん発売中。次回のちびまる子ちゃんは学校のバザーっていうお話だよ。この番組は NTT とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ブルボン通りのパン屋さん、自慢のお味はチーズチョコパン。小さなパンの中にチーズチョコ。美味しさに協力です。ブルボンチーズチョコパン。ミルルミルルルミルクキャンディー、ミルル大きなお口で食べましょう。はい、ミルルミルル。ああ、健康乳幼児ブルボンミルル。出たー、ニューイオンコース。拭き取りが軽くなったニューイオンコース。水はじきがさらに強くなった水玉が違う、クリンビューのニューイオンコース。コーンの粒がたっぷりのスープはつぶコーン。ポッカだよ。
若いうちの苦労は勝手でもしろって言うじゃない。あれ嘘だよ。極楽シャトル、極楽シャトル。若いうちの楽は勝手でもしよう。極楽ビデオ。 PS も出た。 It's a Sony。 Let's talk。 ユーローコーヒーです。豊かなひととき、豊かな味わい、ネスカフェエクセラ。努力根性義人情、素敵な素敵な合言葉、叫べば元気が湧いてくる。足で新しい人のベストパートナー、トヨタトラック。軽さはそのままに、軽く美味しく、ラーマソフトバターの風味、新発売。バザールでござる、バザールでござる、 NEC のお店に行くでござる。トーキーでござるが当たるでござる。いや、バナナだ。でも寄り道はいけないでござる。でも目の前のものには弱いでござる。バザールでござる。誰よりも早くジングルベル。スペシャルイベント、クリスマスファンタジーは11月28日から東京ディズニーランド。ズバー、いざ幕張へ。 Love is all I can give to you。 Love。この冬、贈り物は伊藤ハム。サザエでございます。エネルギーとエレクトロニクスの東芝がお送りいたします。いってきます。こんな水流の洗濯機ありますか？ありますよ。押し洗い水流からパワフル水流まで、水流を変えて洗い分けるインバーターモーター。こんなありますよ。だ、衣類に合わせて水流が変わる東芝インバーター、バリエ。共に行こうじゃありませんか。こんにちは。お米だね。1991年、産業革命起こる。産業同時印刷の迅速プリンタがワープロを変える。デザインされた文書もさらに早く、きれいに印刷。この速さが時代を作る。新しい東芝ルポ登場。今これついてくる。あら、優しくあったかい日本の炎、ツインバーナー東芝アーリーズ。心温まる安らぎのカーペットを揃えました。東芝ホットカーペット。共に行こうじゃありませんか。年末年始バグビダブル、見たいのダブル、両方見たい、バズーカできる、同時に見たい、バズーカできる。年末年始バグビダブル、見たいのダブル、両方見たい、バズーカできる、同時に見たい、バズーカできる。大晦日の歌合戦と時代劇、正月のラグビーとサッカー、
東芝のバズーカ。他のテレビにできるかな。共に行こうじゃありませんか。ダイナブックは今世界の種類 VGA 対応。これが世界の動きだ。ザ・ブックコンピューター、ダイナブック。東芝。アリーナでどんなテレビもダブル画面に。セレクターも当たり前。BS ビデオは選べばアリーナ。さーて、来週のサザエさんは？船です。毎日買い物に行ってる商店街にいつの間にか慌ただしい雰囲気が感じられるようになりました。気がついたらもうすぐ師走なんですね。さて次回は波平男の料理、年末のご挨拶、お寒くなりましたの3本です。来週もまた見てくださいね。じゃんけんぽんママエネルギーとエレクトロニクスの東芝がお送りいたしました。またね。泡立ちがいいのに泡切れがいい。香り立つのに香りが冷めない。柔らかいのに型崩れしない。その石鹸は資生堂サボンドール。ほらツルツル美人になるぞ。なれるかな。なれるとも。母さんそっくりの美人に。我が家で美人夢より、資生堂の新発売。やめちゃって。大きいちゃん、おくちゃんしてください。また作ってね、ハウスのグラタン。ゆうくんのお口に入るかな。オタックスしたんだって。してないよ。オタックスしてないって。これだけしか。僕らのファックス、簡単綺麗なオタックス。オタクに1台パナソニックオタックス。パナソニック。今日は味ポンでブリの塩焼き。うちではここで醤油じゃなくて味ポンをかけます。知ってた。なるほどね。今日は味ポンで食べてみようか。ミツカン味ポン。新しさ送ります。ビオレ U ギフト。素肌に優しい洗い心地、ビオレ U ギフトセット。ちょっと新しい贈り物。ガーリックです。ガーリックです。ガーリックです。カルビーがピンクのガーリック味を発表した。ピンク、ピンクです。そんなバカ。なぜガーリックがピンクなのでしょうか。わからない。カルビーポテトチップスガーリック新発売。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。さらに新しくなったロッテティラミスチョコレート。けぼー。ティラミスがここまで美味しくなれる。ティラミスより美味しいティラミス。ティラミスはロッテ。カカオが開いた新しいフローズンデザートの世界。初めての口どけ、まろやかな味わい。新世代のフローズンデザート。フロジーノ。ロッテから。シーチキンお料理版はサラダオイルの代わりに野菜スープを使いました。ノンオイルだから体喜ぶ、低カロリー。もう一つのシーチキン、ノンオイルのお料理版。タガルマフーズ。あわれ、たか名誉だよ。よーし、帰るぞ、帰るぜ。こんにちは。若大将、いらっしゃい。
小さな声の挨拶。そんな優しさに触れてまた少しローソンが好きになる若大将でありました。お待たせ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ここは町のホットステーションローソン。はい、出た、なんだ、足はガーリック、ガーリック、カルビーからガーリック、ガーリックです。今になってガーリック味を発表したカルビーによりますと、本格的なガーリック味の商品としてピンク、ピンクなんです。ピンク、ピンク、そんなバカ、なぜガーリックがピンクなのでしょうか。ピンクのパッケージで発売されたポテトチップスガーリック味、わからない。カルビーポテトチップスガーリック新発売。あ、なるほど、あ、わかりました。